7日目バスラにいます。今日はバスラの旧市街を見てからナシリアに行って昼食、午後はウルに行きナシリアに戻って泊まります。朝の7時です。私たちの泊まったシェラトンホテルはさびれてしまっています。バスラの旧市街に向かっています。飲み水用のタンクが見えます。古い建物が見えてきました。外の人は中が見えず、中の人は外がよく見えるバルコニーがあります。シャナシーと呼ばれています。バスラの町ができた7世紀頃の建物です。何軒か似たような造りの家が建っています。中に入ります。広い中庭を囲んで部屋が並んでいます。修復はしてあると思います。壁や天井には至る所にアラベスク模様が施されており、素朴なまだ稚拙な感じがします。2階に来ました。この家が建った7世紀頃は生活上の掟が厳しく、女性は外に出られませんでした。せめて家の中は楽しいようにと大きな中庭を作って庭作りを楽しんだり、それを囲んで回廊があったり、カラフルなガラスを使ったり、ドアは細かい装飾がなされたりしたのかもしれません。女性たちはここから外を眺めました。私の右に来たのは塩津さんです。出入り口のドアのノブです。日本人が珍しいらしく、どこへ行っても子供たちがついてきます。蛇口をひねっても塩水しか出てこないここの人たちは気の毒です。モスクに来ました。アルカワズモスクと言います。ミナレットです。外の方がよく見えました。のいっぱい建っている、これもモスクです。12世紀に建てられました。バザールに来ました。ひまわりの種とかレーズンとか、うん、いろんなの、うん、これそっちなんかミックスされてる、うん、1本250、250、1本。昨日通った高速道路を走ってナシリアに戻ります。爆破されたナシリア橋、一昨日は川の反対側から見ました。